将来有望な選手が目白押し。ホークスジュニアに潜入してきました。毎年年末行われる NPB トーナメント、そこに集うは全国の精鋭小学生たち。ホークスジュニアはその中でも倍率なんと150倍。その中で注目選手をご紹介していきます。まずはこちらの選手。この強肩を見せつけてくれたのは森選手。取ってからの軽快な送球、そして何といってもこの肩の強さ、これ小6です。ちなみにバッティングの方でもその片鱗を見せつける。強く叩きつけた打球はサードの頭上を超えるヒット。攻守にわたり高いポテンシャルを見せつけた森選手。一方ピッチャーは日野投手。長身から繰り出す力強いストレートが魅力。基本小学生なのでストレート一本なんですが、この力のあるストレートに思わずバッターも手が出る。投げ方誰かに似てるって思いませんか。まあ、いずれにしてもこれ小学校6年生でこの球威ですからね。やっぱりねジュニアチームに集まる小学生は並ではありません。ご覧のようにイーグルスジュニアをストレートでねじ伏せていきます。そんな日野投手、そう山本由伸投手にそっくりなんですね。今後にも期待したいところ。さあ続いて見せてくれたのは金城選手。この一振りでわかる小学生離れしたスイング。するとドーンドーン、高めの球ドーンと振り抜いた打球はホームラン。高めのストレートうまくかぶせると同時にヘッドをこねないバッティング、これね小学生なんですかね。本当ねいつもジュニア取材するんですけど、ちなみに昨年からですねこのジュニアトーナメントウレタンバットが禁止されておりまして、みんな使ってるのは金属バットや木製バットなんです。よく特産 TV でも小学生をねこうお伝えするとなんかウレタンだから飛ぶなんて話もありますけれども、やっぱねそういうこっちゃないんですよね。金城選手続いての打席もこの弾丸のライトオーバースリーベースヒットと、やっぱね飛ぶバット飛ばないバット関係なくこういう子たちはやっぱりすごい。ナイスバッティング。さあ続いてこのね小林選手、ホークスジュニアの中でも群を抜いて打球スピードナンバーワンです。これ一瞬です。これ小6ですからね、ファーストの真横なんですけどもほぼ反応できずと。ちなみにヒマラヤのピッチング&スイングスピードコンテストでの記録は小学生ながらなんとスイングスピード138キロ。ね、そんな小林君と対決したのがイーグルスジュニアの八木沼投手。これすごい対決でした。すげえ。このスピードにも当然のようについていく小林選手もお見事。これ小6の対決です。これも食らいついていく。そしてこの鋭い打球に対してセカンドがうまくキャッチ、一塁転送アウト。今好プレー見せてくれたのはイーグルス八戸選手。もうね攻守にわたってハイレベル。さあ続いてホークスジュニア東選手、ドーン。
体格風格からしてもう将来楽しみすぎます。これもホームラン、真ん中に入った甘めの球、こういうバッティングをするんです。今の小学生はこの日ね、ホークスとしては2本目のホームランを放つと、続いたのは川内選手、ドーンドーンドーンと気持ちよく振り抜いた打球、高々と上がってそのままスタンドイン、2者連続ホームラン、こんな感じで小学生離れしたパフォーマンスを見せつけるホークスジュニアの面々ですが、こんな選手もいます。野村選手、バサー間を抜くヒット、長打だけではなくこういったプレーもする仕事人もいます。さらにこの野村選手、続く満塁のチャンスの場面では、さっきはねちょんとバッティングしてましたが、高めのボール強く振り抜くとライト後方まで飛ばし、悠々犠牲フライという仕事しますね。さらには守備でも、これ難しいライトゴロ、一塁正確な送球アウト。打つだけではなくやっぱりね守備や小技も長けていました。こんな感じで高いレベルを見つけるホークスジュニアなんですが、それもそのはず、スーパー小学生が集うヒマラヤのピッチング&スイングスピードコンテストの予選で全国トップ10のうちなんと4名がランクイン。そりゃすごい。ちなみにホークスジュニアの投手コーチにはあの剛腕が、そう、荒垣渚コーチ。今まあ成長段階なんで、どうしても球速い方に憧れてしまうというのはあるんですけど、はい、まあ、それはおいおい、やっぱり体の成長とともに投げれるから、そこは心配せずに、ただできる範囲で球の速さだったっていうのをマックスに持っていけるように、フォームのチェックとか、あとは遠投もしたりとか、はい、あとは体の強化とかも、体幹とかも鍛えながら、今できることはやっていくと、今の自分のマックスは出せるんじゃないかということは伝えてます。なので焦らず、そこはね本当に、まあ、人と比べるなとは言ってます。量も本当は大事なんですけど、はい、なんとかね質でカバーできるように、はい、やっていきたいなと思ってます。というわけで今回潜入したホークスジュニアも出場する NPB 12球団ジュニアトーナメントコナミカップ2023が間もなく開催します。ホークスの初戦の相手はこのイーグルスジュニアだったそうです。この試合ではホークスジュニア勝ちましたが、イーグルスジュニアがやり返すのか否か、ハイレベルな戦いが始まります。皆さんぜひチェックしてみてください。